割と3月21日で、まああの午前中に歯医者に行きまして定期検診をするんですね。3ヶ月に1回検診を受けてますけれども、まあ、とりあえず虫歯はないですよとかね、この歯茎の状態、歯周病にかかってないかとかね、いろいろ調べていただいて、別に問題ないですよ。この調子で、こうなんていうの、あの歯のケアを続けてくださいみたいなことを言われて、まあ安心して帰ってきたわけですね。 ほんで、えっ、ー、と、いつか何日か前の雑談動画の中で、あの、大学の仕事で動画を何本か作らないといけないっていう。 話をしたと思いますそれで実際に、えっ、ー、と、何本か作ったんですけれども、その作る中でね、確認しないといけない点が出てきちゃったんですよね。で、それは、あの、事務局の人に確認しないといけないんだけれど、今日は、昨日が3月20日が卒業式、卒業式が、えっ、ー、と、春分の日でしたっけかなんかの祝日やったので、今日、その振り替休日で大学的にはお休みなんですよね。つまり大学の事務局が今日お休みなので、今日問い合わせができないっていう状況で、その動画の仕事は 今日は進められないっていうことになったので、まあ、動画以外の仕事せないかな？みたいなことになって。まあ、今あのー、いくつか書いてる原稿が、まあ、あるって話もしてきました。けれど、原稿 a はえっ、ー、と初稿を直して戻して、えー、再最待ちになっているって感じですか？まあ、b もまあまあまあ80何パー8何パじゃないね。90%パーぐらい来てますかね？あと10日ですけども。も で、ま、シーンについても、ま、大体完成してきたんで、まあ、あのタイミング的に、タイミング的にというかスケジュール的にか、まあ、問題ないと思うんですが、まあ、とにかくですね、ま、ものを作るのが好きな人間としては、この間の雑談動画の中で、あのー、地震が発生した、発生してした緊急地震速報は鳴ったじゃないですか。で、緊急地震速報が、あの、ウェン、ウェン、みたいな音が鳴るじゃないですか。 で、物を作るのは好きな人間からすると、なぜあの音を思いついたのかみたいなことに興味が湧くんですよね。ほんで調べたらですね、これ、あの、その音を作った人へのインタビューが出てきまして、これがですね、朝日新聞系のグローブプラスとかいうサイトで、えー、割と最近公開された 記事でですすねにに書いいいいててありままししたたのでそちらについてちらつょっとと紹介したいと思います公開されたのは2023年12月14日ですね。ほんで、これを作ったのがですね、えー、っと、音デザイナーで環境音楽家の小久保隆さんという方らしいんだな。もともと NTT ドコモから速報音の制作依頼が来たと。まあ、それが2007年らしいと。 で、その時に、この国語さんという方が考えたのは、聞いたことのあるメロディーでは注意喚起にならないと。まあそうだね。で、聞いたことのない音、音符に記せない非音楽的な音にすると決めたと。で、 でもそこからさ、呼吸にあの音を思いつかないわけこれ続きがあってね、これすごいなと思ったのは、国内の警報音の情報を集め分析。役立ったのは空襲警報や火災を知らせるサイレンなど、歴史的に危,機を危険を人々に知らせるために使われてきた音だったと。 で、まあ、あのー、まあ、ちょっと何て言うのかな。これを引用しすぎると、何て言うのかな。ちょっと著作権的な問題とかあるかもしれないんで、あの、これ、これ以上、あの、興味のある方はですね、後で、まあ、アドレスを貼り付けときますので、よろしければそちらを見ていただきたいと思いますが、あのー、気になったのはね、あのー、3回鳴るってとこですね。ウエウエウエあれが、ウエウエじゃなくて、ウェウエウエ2じゃなくて、3になってるっていう理由ね。 で、これね、あのー、例えば、自分が、自分の部屋とかにいたりして、そのー、誰かが訪ねてきて、ノックされたとすれば、その時に、トントンって来るのと、トントントンって来るのは、感じ方が違うんじゃないで、ここに書いてあったのを読んで、わあ、確かに違うわ、と思ったんだけど、どう、どう違います皆さんから見て、その、トントンって来るのと、トントントンって3回来るとき。なんか、 トトントンだと、まあ、単純に今誰か来たなって感じがするだけ,だ,だけかもしれないけどトントントンで3回目になるとなんか急ぎかなとかなんか大事なようなのかなっていうふうにしてさ2回の時にはない何か予感というか予想みたいなものがありませんでなんかそこに対してこう意識を向けたくなりませんなんかどうもそういう心理が働くんじゃないかってことでね ほんで、まあ、あとはその、携帯電話のスピーカーの性能のこととかね、いろんなことを考えて、あれぐらいの音がいいかな、みたいな感じにして、まあ、あの、国久保さんという人からすると、あれ、ギュイって音らしいんだけどね。なんかそういう音を作ったと。でも、まあ、あとなんかね、あのー、電子マネーの決済音とかね、を作ったりしたらしくて、すごい、こう、いや、あのね、 単的に言うと、羨ましいというか、そういうお仕事ができてるの羨ましいなっていう気もするは、するんですよ、ね。まあ、なんかすごい楽しそうじゃないだけどこれは、僕からするとこの、ど素人なんで、その音に対してど素人なんで、そういうギュイギュイギュイだって、そのさっき言ったような理屈がいくつかあって、ご本人的にいろいろお考えになって作ったわけですけども、それに至るまでにね、相当時間がかかってるでしょうし、相当いろんなことを調べて込んでるでしょうからね。 そう簡単にはできないと思うんですよ。その、ひらめくまでの、この、いろんなものがね、あったと思うんですけどね。いや、だけど、なんかこういう裏側を知ることができて、こういう記事は、ありがたいですね。僕みたいなも、ものづくり好きからすると、たまらん、たまらんですな、とちょっと思いましたね。なんか本当に、この世界中を旅して音を録音してるっていうね。なんかあの、何、あの、野生のサイ花なんか、カバかな、これ。 川かなんかの近くに行って音を取るとかね、している写真とか乗っかってますけれど、ちょっと面白そうなんで、よろしければ、ぜひ。ほんじゃあまた。